それでは、次の方は去年の2月に、スルスルっと降りてきて、ほぼワンコーラス丸々、スル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 っとできてしまった曲です。やはりその前の年の東北のその震災、もうなんかね、とてもとても見ているだけでも苦しかったです。でもそれを思っただけで自分がとても苦しくなってしまうので、多分脇へ置いてたんだなと思います。それをなんとかしなきゃいけない時が来たので、この曲ができたのかなと思います。今年の6月は東北へ行きます。この曲をやらせていただかなければと思っております。それでは聴いてください。私は生きる。Yeah.